はい、皆さんお待ちかね、賃貸の先の物件紹介の時間です。本日は木津川市めみだにございます 2LDK の賃貸アパートのご紹介です。まずこちらがですね、約10畳の LDK となっております。広さもかなりありますし、その先にはこのようにキッチンがついております。キッチンはですね、このような二口コンロがビルトインされているシステムキッチンとなっております。収納の方はですね、上下にしっかりとございますし、レンジフードももちろんついておりますので換気に困ることはありません。それでは奥の様子と和室のご紹介です。まずこちらがですね、洋室のおよそ6畳となっております。こちらの方にはこのように開けていただくと非常に大きな収納がついております。段の方もですね、上下に区切ってあって高さの方も十分ございますので、収納するものに合わせて、非常に大量に使っていただける収納となっております。それでは、和室のご紹介です。こちらが和室の6畳となっております。洋室の方が人気があるとはいえ、和室があると本当に心が落ち着く空間となっていますので、この辺はいいですよね。こちらが、収納となっております。こちらオーソドックスな一軒の、押し入れとなっております。高さの方はですね、中に入っていただければ十分ございますので、お布団なども収納していただけます。それでは水回りのご紹介です。こちらがですね、洗面所となっております。扉の方はないんですけど、上の方にカーテンレールがついておりますので、カーテンつけていただければ仕切っていただくことができます。こちらがですね、洗面台となっております。左右に収納がきっちりとありますので、うまく収納していただけます。洗面所の横はこのように室内の洗濯機置き場となっております。そしてこの奥がお風呂となっております。はい、お風呂はこのような形で白を基調とした清潔感あふれるお風呂となっていて、換気の方はですね、窓がついてますので安心です。それでは玄関のご紹介です。こちらが玄関となっております。玄関の方もですね、このように下駄箱がついてますので、靴を収納していただいてすっきりと使っていただくことができます。それでは木津川市梅見台でございます 2LDK の賃貸アパートのご紹介の方は終了させていただきます。詳しい条件等は奈良のおもてなし奈良心賃貸の正木ホームページをご参照ください。ご覧いただきましてありがとうございました。